こんにちは、ジャパンハートです。今回はですね、突然なんですけれども、こちらのフェイスシールドというものの、作り方について、皆様にご紹介したいと思います。こちらですね、今世界中で、猛威を振るっている新型コロナウイルスの、予防策の一つとしてですね、使用ができる、ものになっています。こちらのフェイスシールド、とても、簡単にですね、お家で作ることができますので、こちらの作り方をこれから紹介していきたいと思います。フェイスシールドの作り方をですね、紹介する前に、まず我々ジャパンハートがどのような団体なのかを簡単にご説明させていただきます。ジャパンハートはですね、日本の僻地だったりだとか、ミャンマーやカンボジア、ラオスといった東南アジアの医療の届かないところに医療を届けるというような活動をしている国際医療団体になっております。日本では、聞きなじみのある方もあるかと思うんですけれども、 NPO というような形で、活動しています。このジャパンハートがですね、ラオスに、事業地を持っているんですけれども、そのラオスの病院からですね、こちらのフェイスシールドを、コロナ予防の、一つとして寄付してくれないかというようなお話をいただきました。こちらですね、ラオス事務所のスタッフが、手作りで、数百個というような単位をですね、作って、先日ラオスの病院に寄付をしてきました。でこの作り方がものすごく簡単で、日本で言えば100均で揃うような、ものばかりでですね、作ることができますので、コロナ予防のですね、一つにもなるんじゃないかなというふうに思いまして、こちらの作り方をこれから紹介させていただきます。はい、それでは、作り方の方に入っていきたいと思います。まず準備していただくものなんですけれども、まずはスポンジです。スポンジを用意していただきます。でこのように大きなものでなくても小さなものでもつなぎ合わせれば使えますので大丈夫です。次が両面テープです。両面テープご用意ください。はい、で次が、ゴム紐です。で、こちらもこのような大きなものじゃなくても100均とかに売っているパジャマ用のゴム紐などで大丈夫です。で最後が、クリアカバーです。こちら冊子の表紙などに使われているクリアカバーなんですけれども、もしなければクリアファイルなどでも代用可能ですので、大丈夫です。はい、であとはですね、作る時の道具として、定規、はい、あとホッチキスですね。であとはマジックペンで、切る時の道具としてハサミや、カッターなどを、ご用意いただければと思います。はい、それでは、作っていきたいと思います。まずですね、スポンジを、切っていきます。でこちらのスポンジなんですが、縦が3センチ、横が30センチの長さに切っていきます。はじめにですね、このように、ペンなどで、印をつけておくと分かりやすいかなというふうに思います。こちら3センチ×30センチに、線をつけたら、カッターで切っていきます。でこのスポンジがですね、額との、接触部分になりますので、痛くないように、なればどのような形でも大丈夫かなというふうに思います。はい、でこちら切り終わりましたら、片面に両面テープを、貼っていきます。でこの両面テープを貼っている側がですね、クリアカバーとの、接着面になりますので、ちょうどの大きさで両面テープを貼っていただければというふうに思います。はい、両面テープ貼り終わりましたら次にクリアカバーですね。こちら大きさはそのままなんですが、このままですと、角がですね尖っていて腕などに当たると痛いので、片側だけですね、この角を丸く、切っていきます。はい、でこのように、片側だけ丸く切れましたら、切っていない方の辺をですね、この両面テープを剥がして、スポンジと、くっつけていきます。はい、ちょうどの大きさになっていると思いますので、このまま貼り付けてもらって構いません。で、このような形になります。で貼り付けが終わりましたら次に、ゴム紐をですね、切っていきます。でこちら長さは30センチ、スポンジの長さと同じで、切ってもらいます。で切り終わりましたら、両面テープとこのクリアカバーのですね、間に、少し入れるような形で、ゴム紐を、貼り付けて、その後にホッチキスで、そちらを留めます。はい、それでですね、クリアカバーがある方が表面になっていますので、その逆側を、通してですね、こちらも同じように、ホッチキスで、留めていきます。
はい、こちら留め終わりましたら、これで完成です。であとはですね、こちら頭から、耳にかけるような形で、装着してもらうと、顔全体を覆うことができます。はい、はい、いかがだったでしょうか。こちら作り方非常に簡単だったと思います。で今外出が、ね、自粛されている中で、お家の中でできることも、だんだん限られてくる、中だと思いますので、ぜひこの外出の自粛期間というものをですね、逆に使って皆様でこちらのフェイスシールドをですね、作っていってもらえればなというふうに思います。すごく工作要素もありますので、お子様がいる方々はお子さんと一緒に楽しむこともできると思いますし、そうじゃない方々もですね、少し童心に帰ってこのような工作活動というものをしてみてはいいのかなというふうに思っています。それではですね、フェイスシールドの効果や注意点について確認をしていきたいと思います。1つ目、フェイスシールドは目や顔に飛んでくる飛沫を防ぐためのものです。そのためですね、マスクの代わりになるものではありません。ただしですね、何もつけないよりかは、飛沫感染のリスクを減らしてくれます。2つ目、より効果的な使い方をするためにはですね、マスクとフェイスシールドを合わせるというのが、いいかなというふうに思います。マスクとゴーグルを例えばするよりもカバーできる範囲が広いので、より効果的です。3つ目、使用される際にはですね、額にフィットさせることが大切になってきます。ゴム紐が長すぎるとですね、緩くなってしまって、スポンジ部分と、額の間にですね、隙間が生まれてしまうと、そうすると、効果も薄れてしまいますので、その点にご注意ください。4つ目、フェイスシールドのですね、脱着後には必ず手洗い、うがい、消毒をしましょう。フェイスシールドに飛んだですね、飛沫が、脱着時にこう手に移ってしまって、例えばそのまま、目を触ってしまうだとか、物を食べてしまうというようなことをするとですね、結局菌を体内に入れてしまうことになりますので、脱着後には必ず手洗い、うがい、消毒をしましょう。以上を踏まえてですね、こちらご興味のある方は、簡単なものですので、ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。最後にですね、ジャパンハートから少し皆様にお願いがございます。我々ジャパンハートはですね、NPO というような形で活動しておりますので、その活動資金がですね、すべて皆様からのご寄付だったりだとか、あとはボランティア活動にご参加いただける方々の活動費の中から運営資金を頂戴しております。ただですね、このコロナウイルスの影響で、今年に入ってからのボランティア活動、医療活動というものがですね、激減しておりまして、活動にご参加いただけるような形が作れておりません。そのせいもありましてですね、活動に参加いただく参加費というものが、激減しております。それはすなわちですね、我々の活動にかけるお金、運営資金というものが減っているというような状況にあります。もちろん今コロナの影響でですね、世界中が大変な中にあって、一人一人が日々の生活を過ごすことにも大変な状況にあることは重々承知しております。ただですね、このままいきますと、日本の僻地だったりだとかアジアの各地でですね、助かるはずだった命が助からないような状況が生まれてしまいます。その中にはもちろん小さなお子さんもいますし、ご年配の方々もいらっしゃいます。コロナ以前にですね、そういった形で命を失ってしまうような方々が大勢います。日本中もしくは世界中がですね、大変な中でこのようなお願いするのは大変心苦しいんですけれども、少しでも皆様のお気持ちやですね、優しさというものを我々に分けていただければ、そういった命が一人でも多く救うことが可能になります。現状はですね、コロナの影響でなかなか医療活動難しいんですけれども、事態が収束した際にはですね、すぐに我々も活動を再開したいというふうに思っております。その際に一人でも多くの命が救えるよう、少しでも皆様のお気持ちを分けていただけましたら幸いです。これがジャパンハートからのお願いになります。はい、ということで今回はこちらのフェイスシールドの作り方をご紹介させていただきました。我々ジャパンハートはですね、他にも医療活動というものを常日頃から行っております。もし我々の活動にご興味をお持ちいただけましたら、この動画の概要欄にホームページのリンクを貼っておりますので、そちらからぜひ我々の活動についてご覧いただければと思います。またですね、他にもジャパンハートの活動についてを紹介する動画が YouTube にいくつか上がっております。そちらもですね、ぜひご興味のある方はご覧いただけましたら幸いです。それでは、一刻も早いコロナの収束というものを願って、皆さんでできることを少しずつやって、このコロナに打ち勝っていきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。